ヒレル・スロバクはイスラエルのハイファ生まれアメリカニューヨーククイーンズク出身のギタリスト、作曲家、ミュージシャンであるレッドホットチリペッパーズ初代のギタリストとして知られる姓はヘブライ語でスロバキアのスロバキア語のスロバキア人を意味しておりジップがスロバキア出身であったことに由来するちなみに母親はポーランド出身である幼少時代に家族ともに アメリカ・ニューヨークのクイーンズ区に移住。高校時代にアンソニー・キーディス、フリーと共にレッドホット・チリペッパーズの前身となるバンドを結成。当初は別の友人が結成したバンド、ホワット・イズ・ディストの掛け持ちしていたため、ファーストアルバムには参加できなかったが、やがて方向性の違いからレッドホット・チリペッパーズに転身。セカンドアルバム。 フリーキースタイリーよりレコーディングに参加した。アンソニー、フリーの無味の親友であり、いじめられっ子で暗い性格だったフリーに、ロックラジオのチャンネルを紹介し、ベースを基礎から教え、ロックミュージックに引き込んだ。また、後にバンドメンバーとなるジョン・フルシャンテが、少年時代に敬愛していたギタリストの一人だった。絵を描くのが得意で、ホースアルバム、母乳のアートワークに、 ヒレルが生前に描いたラフ画が採用されている。サードアルバム発表後の1988年、突然レコーディングやライブに参加しなくなり、自宅にこもりがちになった。メンバーがいくら連絡しても返事が来ず、そのうち本人からの連絡もなくなった。その後、6月27日頃に、不審に思った近くの住民から通報を受けた警察官が、 ハリウッドの自宅を捜査し、部屋で死亡しているところを発見された。その後の司法解剖により、死因がヘロインの過剰使用による薬物中毒で少なくとも2日前に死亡していると判明する。26歳没。それまではアンソニーもヘロイン中毒に陥っていたが、この出来事をきっかけに薬物から足を洗っている。一方、彼と仲の良かったドラマーのジャック・アイアンズは、 この一件をきっかけにバンドで活動する意欲を失い、最終的にはバンドを離脱した。2012年にレッチリがロックの殿堂入りを果たした際の受賞式でアンソニーは次のように語っている。もちろん俺が彼を代弁をすることなんてできないけど、でも彼は音楽を心の底から大切に思っていたし、バンドという兄弟愛やクリエイティブであることも大事に思っていたから、 彼にとっても絶対に意味のあることだったと思うよ。それに彼の存在は今までもこれからもずっと俺たちのバンドの一部ではあり続けることは変わらないからね。でも何より俺たちがパンツにクソを漏らすまで笑わせてくれていたと思うんだ。ありがとうございます。